番組はウェイ株式会社、ワディ、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。 OK、 皆さんこんにちは、ウルカです、2本目ですね。はい、次はライジン39ですね、はい、39ですね、41歩手前ですね、もう。あ、なんとも言えない。40ってすごいですよね。多いんじゃないですか、やっぱり40って。プライドもう越してですもんね。プライド越してね、もう40か、早いな。39、10月23日ですね。福岡ですよね、福岡大会ね。福岡でやっぱこの1試合でいいですか、ちょっとメインですね。そうです、牛久選手とクレベル選手のタイトルマッチですね。フェザーのクレベル、やっとタイトルやん。やっとですね、やっと。早く取んなよと思ったんだけど、もう負けた後にそうですよ。あ、だから萩原くんとやったんですよね、あの後。萩原くんとやって、で、今回牛久選手とタイトルマッチですよね。不動の王座が来るんじゃないですかと思うけどな。そう、まあでも牛久選手サウスポーでしょ。サウスポーで最近トリッキーですよね、すごい、はい、うん、すごいトリッキーに動く選手で、で、膝が得意じゃないですか、はい、そこだけ懸念してます、かなり。うん、なんか特別こう、なんて言うんだろうな、タックルが上手なわけじゃないじゃないですか、はい、だから結構なんだろうな、こう上手に組むっていうより、要は強引に組むようなイメージが強いんで、クレベルは、はい、そう、だから膝のチャンスっていうのは何回か多分あるんで、それこそ萩原選手の時にやってね、切ってたから、膝はやっぱ上手いから、牛久選手はそこだけすごい懸念してるですね、はい。まあ、でも打撃も意外と、もうクレベル威力すごいあるんで、はい、そう、だから、うん、僕はクレベル選手普通に勝つと思うんですけどね。まあ、蓋開けたら本当、1ラウンドで決めんじゃないかなと、思ってますけどね。そう。前のあの、斉藤選手の試合でも結構4つの展開多かったんですよ。はい、あの、牛久選手、4つになる展開が多かったんですけど、はい、4つになったらクレベルめちゃくちゃ強かったんで、手長くて、はい、で四つの展開作られたらもう早めに多分バック取られるか、そうだね、まあ、下からの三角の仕掛けはもうバレてる。牛久選手がどうなんですかね、やっぱり寝技も結構強いのかな。組みにはいかないですよね、牛久選手と思うけどね、やっぱり、うん、絶対逃げると思うけど、膝と、あとハイキックもね、やってると思うな。膝とハイかな、膝とハイな気がする。パンチで倒すようなイメージあんまりないかな。うん、まあでも早々にこう4つの展開に組まれて、でその初めに4つの展開、ただな、クレベル1ラウンドでなんかしのいでも2ラウンドでギア上げてくるから、そうだから1ラウンド目で2回ぐらい4つの展開頑張って切ったとしても2も怖いよなってちょっと思っちゃうんですけどね、うん。そうだね、まあ、何にせよやっぱ決め力凄まじいから、はい、だってもうほぼでしょ、8割9割方決めてるから、自分の勝ちが、しかも勝ち30勝ぐらいでしょ、はい、えぐいな。ライジンでも全部決めてますね。全部決めてるでしょ、もう決められたもんね、爆食。そうだよ、あ、そう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 、決められてるから、あ、もう全部決めてんじゃん。あ、アグオン決めてるわ、アーゴン決めてるわ。そうだね、まだケラも2人やってないのか、はい、まだ。なるほど、わーお、恐ろしいね、やたら決め力あるよね。あとやっぱ拳が硬かったのと四つが強かったなっていうのがすごく印象に残ってますね、はい。今回のこのカードの見どころといったら、最初のタックル、クレベル選手のタックルを、いやでもね、1が結構スロースターターだから、あんまり出してこない可能性もあるっすね。もうなんか、僕はどっちにしてもクレベルやっぱ勝つだろうなと思ってるんですけど、開始のもう2分3分ぐらいで決めちゃうか、4つの展開からグラップリングやってもう決めちゃうか、もしくは1ラウンド目はちょっと、こう、相手に合わせるじゃないけど、こう様子見て2ラウンドからちょっとギア上げていくか。うん。そんなような気がしますね。だからまあ、牛久選手はチャンピオンですけど、もう開始も1秒からもう全力で行った方が多分いいですね、はい、全力で駆け抜けて、あの引き出しを全部使って、フェイントも全部使って、
あの当てに行った方が多分いいですよね、はい、判定まで持っていけたらすごい勝ち筋は全然あるですね。判定まで持っていけんだったら勝ち筋全然あるし、決めまで狙ってるかどうかも結構あれですよね、うん、膝とそのハイキックとか蹴りをやっぱ対応して、まあ、後ろ回しも、後ろ回し怖えな、組まれそうだな。膝とハイキックとか対応して、スイッチ最近すごくするんで、対応しながらこうサイドに取っていって、相手の正面にいないでサイドに取っていって、で結構クレベってこう追い方が結構うまくはないんで、まあ、回れちゃうと思うんですよ、リング狭くても全然回れると思うんで、そうだから判定勝ち狙いをもしかしたら狙ってんのか、もしくはまあその中で当たったらいいかなっていうような考え方の方が俺はしっくりくるような気がしますね。膝で一発狙ってやるような、考えじゃないと思います。斉藤戦を見る限りは、はい、結構試合巧者というかやっぱ作戦がすごく良かったんで、うん、今回もかなり練り込んでくるんじゃないかなと思いますね。だ本当に牛久選手のもう作戦戦術勝ちか、はい、もうクレベルの圧倒的な決め力の勝ちか俺はやっぱクレベルともやってるし、クレベルの鬼、はい、強気め力が勝るんじゃないかなと、はい、強引さが、まあ、成績はそれ物語ってますから、はい、そうですね、うん、って感じがしますね。クレベル取っちゃうとねちょっと不動じゃない当分は、ね、って思っちゃうんですけどね。そうだね、それこそさケラモフとかですよね、はい、ケラモフぐらいじゃないですか。あーライトか、だってライトってさサトシでしょ、はい、同門だしね。ジョニーケースか、どうなんだろうね。ジョニーとやったら体の大きさ一回り違うね、やっぱりね。ジョニーとかとやったらどうなるんだろうね。ジョニーもすごいからね、やっぱりグラップリングのさばきの能力強いじゃん。その辺とかとやったらどうなんだろうね。まあそれもちょっと楽しみになるよね。クレベル取らしたらね、なかなか難しいからね。まあでももう一回やりたいよね。クレベめっちゃいいやつで、めちゃくちゃもうインスタのストーリーに。グッて結構グッてグッ全然グなやつ投稿してないんだよめっちゃいいやつまあでもクレベルほんとねもう一回やりたいし、ぜひともね、負けてね悔しいんでね取ってほしいですタイトルここで、うん、ほんとに取ってねおめでとうを言いたいですね小池さん。いやもう福岡がもうそうですね、この1試合にかな俺の中ではやっぱり。まあでも来陣立て続けですから、今月もやって来月もね10月ありますから、11月も多分あるんじゃないですか。だから毎月来陣さんがあるんで、まあぜひ僕のチャンネル見てる人もそうですけど、あの格闘技好きな人は毎月来陣楽しんでくださいぜひに。はい、39、他のカードもしかしたら考察やるかもしれないですけど、今日はクレベル、はい、牛久選手で、はい、はい、OK ですか。はい、Yes! ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんそれではありがとうございました。10月の福岡大会、そして、今週だよね、はい、はい、38とスーパーライジン39まで、毎月ぶっ通しであるんで、ぜひ格闘技楽しんでいきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はウェイ株式会社、はい、ワディご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ご覧のスポンサーの提供